はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の楕円丸1をお送りします。で、前回まで放物線やってきて、ここで楕円に切り替わります。で、まあ最初なんでね、まあ、楕円のポイントのみなんですが、で、で穴埋めでやっていきますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、わかんないのがあったりとか、ちょっと楕円について不安な方なんかは、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、ポイントやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、行きましょう。で、まずこれね、楕円と読みます。木偏に左につきですね、だはね。で、形としてはこういう形、円、まん丸の円をギュッって潰すか、ギュッて潰した形ですね。基本的に。こう横長な、まあ、ラグビーボールみたいな言い方をしますけど、あと縦長。これ楕円って言います。で、この楕円どんな図形かっていうと、あ、図形っていうのはあれだね。軌跡かっていうと、二定点、二つの定点、F と F ダッシュっていう二箇所定まった点が決まってて、そっからの距離の和が一定なんです。で、それの点 P の軌跡が楕円って言って、で、今その定点、F と F ダッシュって言いましたけど、そいつらのことを焦点って言います。まあ、引いておきましょう。あ、こっちじゃねえや。どっちか。この楕円って言葉。まあ、問題になってないですけどね。大事なんで覚えてください。あと焦点。これもね、まあ、あと放物線と同じなんで、問題にはしてないんですが、名前は覚えておいてください。つまり、今ちょっとこっち、上と下分けて説明していくんですけど、まあ、一番メインなのはこっちね。この横長な形です。で、F と F ダッシュってのは2箇所あります。この楕円の中にね、入ってて、今ここに P って引いてるでしょ。あの、説明しやすいように、ここに P がいると思ってください。P ね、こいつ。で、F からここまでの距離と、F ダッシュからここまでの距離。その2つを足すじゃないですか。その足したものが、例えばじゃあここに持ってきます。P をね。こう引いたものと、こう引いたもの。こいつの和も、こいつの和も一緒なんです。足したものが。全部、どこでも一緒なの。そういう軌跡が楕円って言います。で、今、A 大なり、B 大なり、0って書いてあるんですけど、これ多分ね、参考書とか教科書によっては、ここが C かもしれない。もしかしたら。自分こちらはわかりやすいんで、これで説明しちゃうんですけど、今、A と B っていうのがあって、まあ、A っていうのは、今、後で座標のことも言いますけど、ここにね、A0、これ A ね。ここに A' がマイナス A の0。左右対称ね。で、まぁ、A が X 座標に乗ってて、B が Y 座標の話をしてるんですけど、B より A のが大きい。つまり、横に長いってことね。A のが大きいからさ。っていう形の時は、2点 FC0 マイナス C0 が焦点になります。ここ、F が C0。で、F' こっちがマイナス C の0。つまり、3の0とマイナス3の0みたいな。焦点そうなります。5の0とマイナス2の0みたいな話じゃなくて。いいね。ってなった時に、2点からの距離の和、さっきの和ですね。が、2a になってるんです、こいつ。絶対 2a になってる。で、一番わかりやすいのは、まあ、ここかな。あ、ここじゃない。こっち、端っこに持っていくとわかりやすいんですけど、ちょっとそれも後で言います。つまり、まあ、ここも a になるから、a たす a で 2a。になってる楕円の方程式。で、これがすごく大事で、こいつが、絶対手被るな。A の2乗。ちょっと書きやすいように新しいペンにしたんですけど、逆に見にくいかな。ちょっと見にくかったら、全画面で見てください。パソコンの方はね。A2 乗分の X2 乗足す、B2 乗分の Y の2乗イコール1です。もうこれが楕円です。なんか2乗ばっかりだなって感じすると思うんですけど、 A の2乗分の X2 乗プラス B2 乗分の Y2 乗イコール1、右辺1ねにしてください。で、これを楕円の標準形って言います。これもね、放物線で出てきた言葉です。で、一応距離の和が 2a になる、まあ、分かりやすいポイント場所としては、まあ、自分はここで考えちゃうんですけど、どっちか端っこね、こっちでもいいんだけど、もし今一番右ここに P がいるとするじゃないですか。そしたら、今、和っていうのは、ここと、ここですよね。長さとしては、こことここを足したものが和になるじゃないですか。で、左右対称っていう話をしたので、ここの長さとここの長さって同じですよね。
つまり足したものっていうのはこいつとこいつを足したものだから、つまりここまっすぐなここでしょ。でここが A でここがマイナス A って決まってるから、その長さは 2A じゃないですか。だからまあ距離の和が 2A になるというふうに、まあ、そこが一番わかりやすいかなと思います。で話を戻して、まあ、標準形と言うと、こいつがね、でこれとこれって楕円ね、楕円と X 軸 Y 軸との交点でどこかっていうと4箇所です。この AA'BB' のこの4箇所のことを楕円のこれ頂点って言います。4箇所全部ね、頂点で、あの1右上の図における AA' ここね、A から A' だからここの長さです。ここでこいつを長い軸、長軸って言います。ごめんね、ちょっと手でめっちゃ消えてるんだけど。で BB' 短い方ね、こっちの長さのことを短い軸で単軸って言います。まあ、定期テスト対策でね、言葉覚えておいてください。で O、 まあ O は真ん中なんでね、楕円の中心っていう名前が決まっております。横長だからね、横の方が長くなるから、こっちが長軸でこっちが単軸っていう話で、地味に大事なのが焦点 F ありましたよね。まあ、C0 って置きましたけどの座標分かるんです。これ A と B を使うと分かることができて、で、まあ、これか、うん、そうだね。この点ずらします。今この上に乗ってるから Y 座標0なのが、まあ見て分かると思います。こっち0ね。で、X 座標がルート A の2乗マイナス B の2乗となります。これ覚えちゃってください。つまり F がこれなので、F'、こっち側はこれにマイナスつけたもの。マイナスルート A2 乗マイナス B2 乗になります。でこれも簡単に説明しておくと、まあ、ここの状態が分かりやすくって、ここは今 A ですよね、足して 2A だからここは A になってる。でここは B ですよね、まあ、B 座標 B だからさ。でここは F は C の0って言ってるから C なんですよ。で今あれ直角三角形になってるんで、三平方の定理使うことができるのね。つまり斜辺 A の2乗は B の2乗プラス C の2乗が成り立ってます、今この状態だとね。で C を求めたいわけだから、 C2 乗イコール A2 乗マイナス B2 乗になって、両辺これ今2乗取ると本当はプラスマイナスルートがつきます。こうやってでも今 C は正の方って決まってるから、正のこのマイナス取ってしまって、つまり C はこれ。だから C はこれっていう風になります。まあ座標ね、これ暗記で覚えちゃった方が楽です。で、基本的にはこれをまず覚えてください。ここまでやったのがこっちの形。で、最後おまけで下3行は縦長の方です。で、これは最初に A より B のが長くなります。だからこっちのが長い。B のが長いからね。で、焦点が Y 座標に今度来るので、0C、0-C になります。縦にこっち来るからね、焦点が。で、その時2点からの距離の和が、上は 2A なんですけど下は 2B になります。こっち 2B で、これはまあさっきと同じように考えるんだったら、ここに来た時を考えると F からここまでと F' からここまでの和ですよね。2点からと2つの焦点からの距離の和っていうのは、で、この部分をこっちに移してくれば結局ここになると。じゃあここの長さ 2B だよね、だから和が 2B でしょみたいな、まあ、さっきと同じように考えてください。で、この時の楕円の方程式は同じです。まあ波線なんでね、同じ答え書いてください。 A の2乗分の X2 乗プラス B の2乗分の見にくてごめんね Y2 乗イコール1となって、で、大事なのは焦点 F の座標で、今度はY 軸の方に乗ってるので、こっちが0、X 座標は0になります。で、同じように三平方の定理で考えてもらえれば、こっちは B の2乗マイナス A の2乗になります。いて、ごめん。
ね、ルート B の2乗マイナス A の2乗です。中身ちょっと違うんでそこ気をつけてください。いいかな。で、この図の時はこっちの方が長くなるんで BB' が長軸になります。長いからね。で、AA' が短軸という風になりますので、まあ長い短い見たらわかるからさ、そこで判断してください。では今回は高校数学数3の楕円丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、放物線と同じように次回から問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。